ジルベール・モティエド・ラファイエットは、ラファイエット及びポンジボー、エイエ、ネブーザック、サンドマン、モンテル・ド・ジュラの領主、百年戦争中のフランス元帥。ラファイエット公爵、ジルベール・デュ・モティエの先祖である。ボージェの戦い紋章。モットーは、カーノン、1380年に生まれ、ブルボンコールイニセイの宮廷で育つ。武士公原帥のもと、イタリアで軍務に就く。 1409年、ジェノバ共和国の退却後、フランスに帰還し、ブルボン家のセネシャルとなる。百年戦争において、ブルボン皇上一世と共に、1413年、スービーズで、1415年に、コンピエーニュで戦った。その後、ラングドックとギュエンルの中将となる。イギリス軍とブルゴーニュ派に、ロワール渓谷で勝利を重ね、1420年に、 ドーフィネの知事及びフランスに任命された1422年のボージェの戦いではバカン・ハクジョン・スチュアートとフランス・スコットランド連合軍を指揮した。1424年ベルヌ・イーユの戦いでイギリス軍の捕虜となるがすぐに解放された。1429年、ラファイエットは300の兵を率いてジャンヌ・ダルクと共に モルレアン包囲戦やパテイの戦いで戦った。1429年7月17日には、ランスで行われた、シャルル7世の戴冠式に出席し、顧問会議の一員になった。1430年頃に、ジョルジュドラ・トレモイユの反感で、短い期間免職されたのを除き、生涯にわたり、王の調和を受けた。1435年、 シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ3世とのアラスの和訳に署名した。1445年から1448年にかけてはフランス軍の再建に貢献した。例として軍に山賊行為を鎮圧するポストを設けた。1449年、サマセット公エドムンド・ボーフォートとの条約に調印した。1449年、ノルマンディでイギリス軍と戦う。 10月19日には、ルーアを陥落させた。1462年2月23日、オーベルニュで死去。ラシェーズ・デューの修道院に埋葬された。彼の墓石には、名前のアナグラムで、メリットと記された。ジルベール・モティエは、ラファイエットの領主で、ベリー公ジャン一世の騎士及び、重機兵であったウィリアム・モティエ・ラファイエットの息子である。 母は、マルゲリーテ・カトリーヌ・ブリュン・デューペシン、デーム・ド・ポンジ・ボーである。兄弟姉妹には、ボルトの修道院次長となった、バルテルミー、モンテルの領主ベルノー・デュラックと結婚したアルガイエ、バセルの領主で騎士のジャン・ド・バセルと結婚したジルベルトが、いる。最初の妻は、ドー・ヒネ・ド・モンテイスで1420年に結婚。二番目の妻は、ランドンド・ジョイウス・カサリオーベル・レディ・モンテユジェラ 娘ジャンヌ・ド・ジョユースで1423年1月15日に結婚した。ジャンヌとの間には以下の子供9人が生まれた。娘はもう一人、ルイーズがいた。彼女は1419年にトゥール・ノイル・女王を引き継いだジュアン・ド・ラ・ロシュと結婚。ジュアンは1424年8月22歳でベルヌ・イーユの戦いで死亡した。 彼らの間には三人の子供がいた。1428年に、ジュアンの父ニコラが死亡すると、ジュアンの兄弟たちが、ルイーズからトゥールノエル城を奪うことを主張した。トゥールノエル城は、法的に解決されるまで、セネシャルの手元に置かれた。1429年に、トゥールノエル城は、ルイーズと彼女の子供たちに与えられた。ありがとうございます。